皆さん、ついについについに念願のピクミン4新情報が公開されました。やった。まずは速報動画ということで、今回公開された新 PV とホームページから気になる点をピックアップし、新情報を中心にまとめてお伝えいたします。ようこそゲーム生物図鑑へガイドのペイです。いち早くこの興奮をピクミンファンの皆さんと共有したい、一緒に楽しみたいという思いから、この動画に関してはいつもの字幕など簡略化していますが、次回の動画からはいつも通り一つ一つを細かく考察も交えながらご紹介していきますので、今回はお許しくださいね。それでは早速、興奮冷めやらぬ新情報について迫っていきましょう。まず今回の物語はシリーズ歴代主人公キャプテンオリマーより発信された救難信号から始まります。みんな大好きキャプテンオリマーが今作にも登場することが確定しました。まだプレイアブルキャラかは不明ですが、登場してくれて本当に良かった。でもまた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 遭難してしまったようです。もう会社辞めればとも思うんですが、なかなかそうはいかないのが大人の事情。今回オリマーは未知の星に遭難してしまったようなんです。その救難信号を1ヶ月後に受信したレスキュー部隊が早速捜索に向かうのですが、なんとそのレスキュー隊も遭難。メンバー6人全員がチリジリになり、二重遭難してしまうようです。全く何のためのレスキュー隊なのか。仕方なくレスキュー隊本部に1人残っていた今作の主人公が、改めて遭難した計7人を捜索しに行くというのが今作の流れとなります。しかしこの新主人公、事前に顔が似ていることから、僕のチャンネルなどでもアルフ君の娘ではなど歴代主人公に関連付けていましたが、これは誤りで、正しくはキャラクリエイトで作り上げる僕たち自身が主人公だったんです。そうです、ピクミン4の主人公は他の誰でもない僕たちだったんです。これは熱すぎる展開、まさかこのパターンとは大サプライズですね。しかもそのキャラクリエイトの幅がかなり広いそうなんですよ。男性、女性、人種、髪型、顔のパーツなど自由自在に制作できてしまいます。僕は間違いなくチャーリー寄りの渋めの主人公を作るでしょうね。さらに見た目と名前は後から変更できるようですんで、気分によっていろんなコーデができるのも嬉しいところです。また新 PV では触れられていませんでしたが、同時に公開された公式ホームページよりとんでもない新情報が発覚したんです。なんと今回の主人公、ホコタテ星人でもコッパイ星人でもなく、カルタ星人という今までとは違う全く新しい星の出身なんです。おそらくカルタという名前は任天堂が当初花札やトランプ、カルタなどを制作していたところから来ているのでしょうが、ここでまさかの新種族発表。いや、過去動画では顔はコッパイ星人に似ているけど耳の形はホコタテ星人ですねとか予想してて、すみません、全くの新種でした。恐れ入りました。ちなみに前回の PV にて公開されていた登場人物、ブリトニーさんにのシェパードとチャーリーにのコリーなんですが、新情報が公開されておりまして、なんとこちらも新惑星カギア星人だったんです。シェパードは代々宇宙レスキュー隊を営む家系の99代目で一流の救助犬トレーナー、コリーはレスキュー隊のオペレーターでレスキューの基本を指南してくれるらしいです。今作も登場人物によってしっかり役割が分かれているんで、各キャラクターの原生生物図鑑を見るのが楽しみですね。さてここまででもワクワクは止まらないんですけど、登場人物だけでなく登場する生物も新しく確定しています。残念ながら2匹目の新ピクミンは公開されず、もしかすると新ピクミンは氷一種なのかもしれません。個人的には夜探索のピクミンが出てくる可能性は諦めていませんが、みんなお待ちかねの新原生生物は公式ホームページの方でしれーっと公開されていました。それがこちら、ピクミン2に登場したびっくりギクのような花に擬態した目を持ち、イチゴのような質感をした舌が特徴的な緑のカエル。これは間違いなく新種でしょう。個人的には Wii U にて発売された任天堂ランドに収録されているピクミンアドベンチャーというゲームに出てきた機械原生生物、大口イモガエルの特徴にかなり似ていると思いました。
よってこの子はイモガエル科の新種の可能性が大です。もしかするとビックリギクやピクミンと同じホコン類の可能性もありますが、どちらにしても新種が少なかったんでとびっきり嬉しいですね。かなり強敵っぽいですが、もしもピクミンアドベンチャーが元ネタだとしたら、超凶悪なあいつも登場するかもしれませんね。さて続きましてはこちら、ピクミン本編解禁賞、ヘビガラスの続投も決定です。ヘビガラスに関してはおそらく妖怪である小ヘビガラスが先に公開されていましたので登場するとは思っていましたが安心しました。まあまだかなり似ていると噂のヘビガモメである可能性も残されていますが、出し惜しみせず両方とも登場してほしいですね。続きましてはクイーンチャッピー同様ピクミン2からの復活組です。卵虫といえば強烈に害があるわけではありませんが、地面からわらわらと突如湧いてくるんでなかなかに印象深いですよね。結構視覚的に苦手な方も多いかもしれません。しかし卵虫が再登場ということは超巨大ダマグモ、象の足の復活もあるかも。倒した象の足から大量の卵虫が湧いてくるシーン、軽くトラウマになっている方もいそうですよね。何にせよピクミン2の原生生物の再登場も多そうでとても嬉しいです。ピクミン2からの復帰組といえばクイーンチャッピーが一番強烈ですが、この画像をご覧ください。なんと今作には地上にもクイーンが登場することが確定しました。これは難易度爆上がりでしょうね。このなんとも明るいシーンの似合わなさですよ。さてさてピックアップされていた原生生物の姿はこれくらいだったんですが、ピクミンファンの方ならあの生物の再登場の可能性に感づかれた方もいるのではないでしょうか。この画像をご覧ください。主人公が岩に追いかけられていますね。いかにも危機一髪って感じですが、岩といえばこの生物を忘れてはいけません。姿形は確認されていませんが、岩を吐く原生生物二口どっくり再登場の可能性が浮上しました。二口どっくりは芋虫型の原生生物で岩を吐いて攻撃していきます。通常の二口以外にも雅二口や雪二口など様々な個体が存在するんですが、もしかして初代ピクミンにのみ登場したアームストロングキャノンビートルこと二口どっくり成虫がまた登場してくれる可能性もあるってことですよね。イカ追走行で大人気のロマンフォー原生生物だった成虫個体ですが、初代以外に登場しなかったので再登場だとするともう泣くほど嬉しいですね。さていかがでしたでしょうか。念願のピクミン4の新情報をまずはサクッとおまとめしましたが、お楽しみいただけましたでしょうか。ぜひ皆さんの歓喜のリアクションをコメントしていってくださいね。一人一人がピクミン4の主人公である皆さんと一緒に絶対に盛り上げていきたいと強く思っておりますので、これからもよろしくお願いいたします。よろしければツイッターのフォローも励みになるのでお願いいたします。このチャンネルではピクミンたちについてや原生生物の面白おかしい生態紹介や考察などたくさん行っておりますので、気に入ってくださった方はぜひ他の動画もご覧いただけますと嬉しいです。またチャンネル登録していただけると嬉しくてぶっ飛びます。それではまた次回お会いできる日を夢見て、またね。